退したけど見入らんな。まあちょっとぐらい遊んでいいか。ちょい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 、何やねんお前。僕が今から指導するから黙っててもらえますか。ここの生徒指導は俺の出番やろ。いや俺の方が絶対生徒指導上手いから。いや俺が行きますから。絶対俺の方がいける。待てー、ここの方向に持ったらわしや。うまいやろ。いやいやいや、何してんねん。ほら先生、どうぞ勝負できますか。これめっちゃええやろ。望むところや。生徒指導決定戦や。先生ちょっと、うん、僕同志社行きたいんですけど、うん、結構その今までの塾の先生とか先生とかにも、うん、まあ、それはだいぶきついと、まあ、今まで自分が勉強しなかったから悪いんですけど、うん、まあ、そういうふうなこと言われて、うん、ちょっとまあ納得いかんというかテンション下がってるとか、うんうんうん、いやそれはもうむちゃくちゃある話で、言うたら足引っ張ってくる意見があるわけやんか。やめとけよと、傷つくからそんなもう無茶すんなよという大人っていっぱいいてるわけよ、うん、でその意見に対してじゃあ次どうするかっていう、そこが大事で、その意見を聞いてああ無理なんかな自分って思うのか、はぁと、何言っとんねんこいつと、絶対見返してあんねんという気持ちになるかで行動って変わってくるやん、はいはい、で俺も受験生の時そうやったわけよ。もうどの先生どの友達どの大人に対してもお前やめとけと、無理やと、偏差値31やろと、どこ行くねんと言われとったけど、その時にそういう風に悩むんじゃなくて、はぁ何言ってんねんお前と、見返すぞと、絶対見返したいねんってことで俺は死ぬ気で勉強したわけよね。だその負の感情っていうのをプラスに変えてほしい、エネルギーに変えてほしい。そのエネルギーってめちゃくちゃ強いから、その気持ちで受験勉強に臨んでくれたら、もうこれから先の受験勉強終わった後もそういう足引っ張ってくるやついっぱい出るけど、そんな全部無視、全部無視してもう自分の我が道を進む、もうそれが絶対大事だから、そう言ってほしい。分かりました、ありがとうございます。よし先生、私、うん、春から入塾したじゃないですか、うん、入ってからもうめっちゃ勉強して、うん、そうやな、はい、だコンサルの先生とかに言われたこととかしっかりやったつもりなんですけど、なんか周りに置いていかれてる感じがするし、うん、その点数も全然なんか過去問とかやっても出えへんし、なんかもうほんまもうこれもうどうしようかなって、もうこのままやってていいんかなってめっちゃ思ってまうんです、うん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 、それほんまこの時期よくあることがないけどさ、ちょっとよく思い出しな、うん、そう入塾した時ってこう例えば英単語を覚えるってなった時にさ、全然覚えられへんなって思った時多分あるやんな、はい、うん、その時さ多分じゃあこう覚えるためにな、単語カード使おうかなとかさ、うん、音読のままでいいんかな、書いてあった方がええんちゃうかなとか、いろいろ多分試行錯誤してたやん一緒に、はい、でそれって普段もう受験勉強始めた時ゼロベースからのスタートやったからさ、はい、その何やるにしてもできひんことばっかりやったから、はい、これどうやったらできるようになるかな、どうやったらできるようになるかなってずっと考えとったはずだよね、うん、でもこう今だんだん単語とかも覚えたり文法とかも覚えたり解釈もできるようになってきて、できることが増えてったら次できひんことが出てきた時にそれをなんか無駄に高い壁やと勘違いしてまう、うん、今過去問の点数が出てないんやったらじゃあどういう部分で出てないのか、大問1でミスってしまってるのか、大問2でミスってしまってるのか、そういうのをまたじゃあどうやったらできるようになるかって考えるだけやんか、うん、やから壁っていうのは基本乗り越えれる壁しか絶対出てこない、うんうん、やから今もうそびえ立ってる壁は最初の英単語覚えられへんかった時と一緒、絶対壊せる壁やから諦めずに何ができへんかもう一回2人で相談しながら頑張ってみよう。ほんで2月に間に合えば絶対大丈夫やから OK 頑張ろうな。ありがとうございます。宇田先生、はい、今僕が使ってる参考書あるじゃないですか、うん、ただみんなが使ってるやつとちょっと違ってて、ほう、人が使ってる参考書とかってめっちゃなんていうか気になってしまうというか、なるほど、集中できなくなるというか、うん、があってどうしたらいいかなって思ってるんですけど、うん、なるほど。なんか部活やってた、サッカーやってた、サッカーか、フォワードやったの確か、はい、フォワードやな、はい、なんかさそのサッカーやっててさ、はい、例えばスパイクとかって、はい、みんなと違うのが良かったりとか、うん、みんなと一緒やったらまあ安心やとか、うん、多分まあ人それぞれあると思うんだけど、うん、サッカーの上手い下手ってスパイクだけで決まる？絶対決まらないです。絶対決まらないな、はい、何で決まる？能力、能力、努力。それはさ、その能力、努力、まあ能力の部分に関してはどういう風にやったら伸ばしていけるの？練習して、うん、上手い人のやつ見
て、うん、真似したりとか、うん、あと練習ですよ。じゃあさ、ほんまに上手くなる人ってその練習を大事にするんだって、スパイクがどれを使うかっていうのって大事にしてるか。してないと思います。してないと思う、はい、じゃあさ、今使ってる参考書とか単語帳とか確かに、有利不利はあるかもしれへん、大学によって。でそこは最適化したものを俺たちで選んであげたいと思うから、そこはもちろんしっかり相談してくれたらいいと思うんだけど、ただほんまに大切なことはそれを使って何を得るかの方が大事やから、しっかりとそれを考えて、今のサッカーの例と一緒や、うん、ほんまにどのスパイク使うのかじゃなくてどういう風に練習に取り組むかの方が大事やから、それを意識してやっていこう。ありがとうございました。です。はい、ということで、ね、今回生徒指導をかけた戦い、みんなね3人でちょっと繰り広げさせてもらいました。今回の動画ね、初の、視聴者参加型の動画になってますんで、アンケートこちらにね、準備してますんで、誰の生徒指導が一番心に来た、ガツンと来たかなっていうのがね、みんなの意見をぜひ聞かせてもらえればと思います。いや間違いなくね俺やと思うんですけどね。いや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 、俺ですよ。スタート段階で誰が良かったって言ったら僕でしょ。いや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 、そんなことない。いやいや、そんなこと